感じやね。本当客席ってね、こうしてお客様がね、こういらっしゃらないからの客席って何とも言えない、なんかドラマがねあるっていうか。1985年、5月に舞台をするっていうのはね、本当に珍しいんですよね。宝塚に16年いて、辞めてからまだ男役を続けてるでしょ。宝塚時代も5月の公演ってなかったんですけど、本当に寒い時とか暑い時とかが多くて、真夏なんかはね、本当に汗がねすごくお客様に見苦しいと嫌だなぁなんて思うんですけども、今回本当初めて一人だけのショーっていうことでね、いやまさかこんなに激しくダンスばかりのショーになるとは思ってなかったもんですから、すごく甘く考えてたのね。それでもう稽古始まりだしてからしまったと思ったんですけど、遅かったんですよ。私宝塚でも歌とお芝居と踊りとこう3つがこう合わさった舞台っていうのを、同じぐらいに歌も踊りもお芝居もってやってきたんですけど、今回本当に私ダンサーになったかなと思うぐらいね、こう次から次へと着替えては踊ってるんですけど、歌が4曲っていうのを初めてで、ストーリーになったショー、それからね、私自身がすごく新鮮に感じたんですけども、スローモーションとね、ストロボって言ってものすごい速い場面があるとバッとこう、もうあれはなんかこの辺おかしく神経こんなになりそうなんですけどもね、この篠崎先生の作品で初めてそういうことを見せられて、すごいショックを受けましてね、こんな演劇っておかしい、こういう商法もまだやり方もあったんだなと思って、すごいもうこの20年以上舞台立ってきましたけど、この後においてまだこんな新しいことがあったんだなんて、まあ生意気やけどもすごく位置に戻って、そういうことにこう勉強する段階で、今までとまた違うことで苦しめたっていうことがすごく幸せだったなって感じてるんですよね。右輪夏子さんとそれからショーというもの、これをどこか深いところで結びつけてるものというのは、やはり右輪さん自身にある一つのそういう命を燃やし尽くしていくんだっていう、そういう生き方だと思うんです。そこがまず彼女の一番大きな部分で、それから大変女らしいと、まあこれはどうか分かりません。面白い書き方するから、化粧早いんですよ。今月はね、コーヒーの役でしょ。でちょっと日焼けした色にしてるんですけど、この木は分かります、その色はこんなに白いということを分かっていただいて、ちょっと黒目にね、というのもエラがこの辺相当出てるエラもここら辺削ってちょっと濃いめにしておりますけど、こっちでつけましょう。このまつげは本人のまつげとほとんど長さ変わらないんですけどね、いつも汗でね飛びそうになる。眉毛普段からまっすぐなんですよ、このまんま描けばいいという悲しい定めね。その場合そのだけど簡単に女役っておかしいけども、テレビなんかで女ですよ、みんな女の女優さん見て、女の女優さんおかしいね、ちゃんとこう円になってるわけ、綺麗に円形、ね、私まっすぐなわけよ、でね
ここら辺削ってね、はい、あのこの間ドラマやったんですけど、はい、ぐーっとこう曲げるのにねものすごく難しくて、ずーっとただひたすらまっすぐ描いてりゃよかったから、こういうふうにそのまんまなんですよね。本当にまさにもみあげですいうの分かるんだけど、描くのね。感じ出てきましたね。ね、ほぼ出来上がりやね。口紅の色とかね、シャドウの色、この色は難しいんですね。何かって、頬紅の。頬紅の場合、ちょっと私割と頬紅好き子なの。塗り性なの。ただし一つだけだよ。そばへおいで。そう、それでいい。ぐっと来るぜ。好きさ、お前がもう離さない。何もいらない。今、お前だけ。好きさ、お前の声も、目も唇も、小さな胸も、お前のすべて、もう離さない。時が止まるまで、もう離さない。時が止まるまで、俺は
黙ってないで何とか言えよ。聞きたいんだ君の声で、俺の心を癒してくれるその声を。一言好きよって。そう、それでいい。グッとくるぜ。好きかお前が、もう離さない、何もいらない、今お前だけ好きさ、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 お前の声も目も唇も小さな胸も、お前のすべて、もう離さない、時が止まるまで、もう離さない、時が止まるまで、俺は、俺は時間泥棒。なぜダークかって、そりゃ簡単さ、俺の性格暗いんだ。夏の夜道よりも暗いんだ。おまけにその暗さに根が生えてる。子供の頃水栽培で根が生えるのを観察したこともあるくらいだ。とにかく俺の性格暗いんだ。あ、だんだね、明るくしてくれ、明るく。ありがとう。暗いの弱いんだ俺。ああ寂しいよ、いつも一人一人ぽっち。だからこんなマント着てこんな格好したり。友達がいないんだ、恋人だっていない。そうなんだ、でも欲しいんだ恋人が。いいいたら散歩しようか。ねえ、海辺を歩いてみない？ほら、あそこを帆船が。ちょっと大げさだったね。ヨットだ。一緒に乗ってみたいね、君と二人だけで。いつまでも、なんちゃって。こんなことありえない。いつもなら俺が声をかけるとあまりの暗さにみんな凍りつくんだ。散歩しようか。その後みんなオリンピック選手になるんだ。走っていくんだ。だーって、ねえ待ってよって追っかけようものなら、信じられないくらいの悲鳴を上げて宙を飛んでいくんだ。そこで俺は考えた。こんなに寂しいのなら生きていたってしょうがない。死のう。そして俺は高層ビルの屋上へ行ったんだ。怖かったけど、なんとか死ぬ覚悟はできた。そしてちょうど飛び降りようとしたとき、下から声がしたんだ。うなるような声で、お待ち、早まるんじゃないよ。死ぬなんて何でもったいない。それならその命を送れ。そうすりゃ願いを一つ叶えてやろう。誰だ。俺はそう聞いた。そしたら興奮したような声で、
そのクラスとどっともいらない。誰だい。悪魔さ。悪魔。そうさ、何もそんなに驚くことはない。どうせ死ぬ気だろう。それなら願いを叶えてから死んだらどうだ。なるほど、と俺は思った。本当に願いを叶えてくれるのかい。もちろんだよ。ただし一つだけだ。よし、願いを叶えてくれ。決心したのか。ああ、その代わり、お前のその暗い心をもらうよ。こんな暗い心なんか喜んでくれてやるよ。そうかい、そうかい。俺の願いは、願いは、よくちょっと日焼けして苦み走った大人の味の誰にでも好かれる存在、そして明るい、これさ、ずいぶん長い願いだが叶えてやろう。ただしその前に暗い心をもらうよ。いいとも。怖いだけ。怖くないよ。そうかい。1 2 3。あれ、ビクトリー。